皆さんのおかげで知らないとヤバいシリーズがすごく大好評です。本当にありがとうございます。今回もアクセス数の多かった第14弾知らないとヤバい岐阜人気モーニングランキングベスト3を選びました。また映像の中に出てくるサービスや値段などは撮影した当時のサービスや値段ですのでよろしくお願いいたします。これからモーニングの人気ベスト3を発表します。それではベスト3位は岐阜県羽島郡岐南町のびっくりドンキーです。モーニングは午前9時から営業しています。これからお邪魔するびっくりドンキー岐南店は矢印の先です。駐車場はお店の前に広い駐車場があります。モーニングは午前9時から午前11時までです。私は今画面に映ってる380円でトーストとゆで卵がついてコーヒーがおかわり自由のブレーントーストセットを食べに来ました。またモーニング営業をしてるお店は岐阜県内では岐南店だけみたいです。びっくりドンキー岐南店にお邪魔するのは初めてです。以前このお店はステーキの浅熊でした。お邪魔するのはその時以来です。営業時間は午前9時から24時までです。お店の中はこんな感じです。大きな窓で明るくシックでおしゃれで感じがいいお店です。北海道産のソフトクリームがずらりと並んですごい種類です。またドリンクもすごいです。いろんな種類のドリンクもずらりと並んでいます。こんなに種類があると悩みますね。今年も栗の美味しい季節がやってきた。うっとりこのまろまろなマロンデザートが期間限定商品みたいです。朝のセットメニュー、モーニングメニューの種類がいろいろあるみたいですので順番に見ていきます。よろしくお願いします。モーニングプレートセットには味噌汁またはドリンクがつきます。画面の右側に書いてありますが目玉焼きです。トーストがブレーン、チーズ、ポテサラの3種類があります。画面を少し動かします。こちらのモーニングセットはスクランブルエッグです。こちらのモーニングセットもトーストがブレーン、チーズ、ポテサラの3種類があります。画面を少し動かします。ドリンクを選ぶと下の8種類のドリンクから好みのドリンクが選べます。またホットまたはアイスコーヒーはおかわり自由みたいです。ミニマムバーグディッシュセットは610円です。画面の右に書いてありますがミニマムバーグディッシュセットにお好みでトッピングができるみたいです。画面を少し動かします。トーストセットです。このトーストセットにも味噌汁またはドリンクがつきます。ブレーントーストにはトースト、ゆで卵、ソフトホイップバターがついていて380円です。画面を少しアップ、拡大します。チーズトーストセットが490円、ポテサラトーストセットも490円です。セットサラダが110円でトッピングができるみたいです。画面の右端には朝の新定番オリジナルソース付き卵かけご飯が330円です。朝の単品メニューミニマムバーグディッシュが500円です。エッグ、おろし、チーズ、パインなどトッピングができるみたいです。こちらのモーニングセットがドリンク代込み380円のブレーントーストセットです。ドリンクはおかわり自由のホットコーヒーをお願いしました。びっくりドンキーで使用しているコーヒー豆は基準を満たしたスペシャルティーコーヒーです。また産地に行って直接取引し北海道にあるびっくりドンキー工場で焙煎してるみたいです。私はあちらこちらでコーヒーを飲んでいますがびっくりドンキーのコーヒーは味に深みがあって美味しいコーヒーです。
びっくりドンキーのマグカップは大きくていっぱい入っています。またこのびっくりドンキーのマグカップはネットでも販売されているみたいです。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にトーストから見ていきます。びっくりドンキーのホームページには厚切りのトーストをオーブンで焼き上げ、外はサクッと中はふんわり、パンの耳まで柔らかくいただけますと書いてあります。まさにそんな感じの厚切りトーストです。次はトーストの手前のソフトホイップバターです。ソフトホイップバターはバターをそのまま、あるいは生クリームや無糖練乳などを加えてホイップしているため、普通のバターに比べてクリーミーで扱いやすいのが特徴みたいです。次ですが、次はゆで卵と袋に入ってるお塩です。ドリンク代込みの380円でトーストが2枚、ゆで卵、ソフトホイップバターがついています。またホットコーヒーがおかわり自由なんてお得なコスパモーニングです。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ソフトホイップバターをたっぷりと厚切りトースト全体にバターを塗りましたので、バターの香りと外はサクッサク、中はふんわりと美味しいバタートーストです。卵は完全栄養食品と言われ、完全栄養食品とは人間の生命維持のために必要なありとあらゆる栄養素をバランスよく含む食品です。卵は栄養豊富で積極的に食べたい食品ですが、コレステロールが多いと言われていますが、健常者であれば卵は1日2個程度なら良いとも言われています。卵は毎日食べるといいみたいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代込みの380円でトーストが2枚、ゆで卵、ソフトホイップバターがついています。またホットコーヒーがおかわり自由なんてお得なコスパモーニングです。ただいま岐阜人気モーニングランキングベスト3を発表しています。それではベスト第2位は岐阜県大垣市のトールツリーズカフェです。モーニングは午前7時から営業しています。矢印の先に茶色い手すりがあるところがトールツリーズカフェです。駐車場はお店の前、画面の右手に4台とすぐ先の交差点の左角に6台分の駐車場があります。モーニングサービスは午前7時から午前11時までです。月曜日の夜と火曜日が休みみたいです。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいですが、トーストがバター、こしあん、いちご、ブルーベリー、ピザトーストの5種類から選べます。ドリンク代のみのモーニングの他にドリンク代プラス200円が2種類とドリンク代プラス250円のモーニングサービスがあるみたいです。はコシアンとアイスコーヒー、こちらがピザトーストとアイスミルクティーをお願いしました。
ここには茶碗蒸しが映っていませんが、モーニングの全体撮影を終わろうとしてたら茶碗蒸しが出てきました。メニュー表には茶碗蒸しが書いてあります。メニュー表を見てるようで見ていないことを知りました。まだメニュー表だからいいけど、これが車の運転だったらと考えると大変なことに。皆さん、茶碗蒸しが来ましたので、茶碗蒸しを入れて撮影開始です。茶碗蒸しの器大きいですよね。また茶碗蒸しの上に何かしら見えています。今から食べるのが楽しみです。アイスミルクティー、アイスコーヒー、どちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。皆さん、どんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初にモーニングが2種類ありますが、トーストがピザトーストかこしあんの違いだけで、あとは同じなのでよろしくお願いします。まず最初に画面の左の茶碗蒸しから順番に見ていきます。茶碗蒸しの器大きいですよね。また茶碗蒸しの上に何かしら見えています。次はサラダですが、サラダの器がまた大きいこと、そしてすごくたくさんの野菜が器に入っています。サラダの中にトマト、また綺麗なドレッシングが使われているので、赤、黄色、緑色など色鮮やかなサラダです。画面を少し動かします。サラダの右上はスープです。スープの右上にはピザトーストが見えます。ピザトーストを上から見るとこんな感じです。ピザトーストの横と裏を見るとこんな感じです。次は先ほどのスープの右下には厚切りトーストと、そのトーストの上には山盛りのこしあんがあります。ドリンク代のみの450円で、器の大きな茶碗蒸し、また器が大きくて赤、黄色、緑など色鮮やかなサラダ、スープ、山盛りのこしあんが乗ってるトーストの4品がついています。上から見るとこんな感じです。厚切りトーストですが、こんがりきつね色まで焼いてあります。私は甘党なので小豆大好きです。サラダにはかいわれ、キャベツ、トマトなどが入っていて、美味しいドレッシングが使われています。茶碗蒸しの上に見えてるのは桜エビです。茶碗蒸しの中には椎茸、枝豆、かまぼこなどが入っていて、美味しい茶碗蒸しです。厚切りトーストですが、外はパリパリで香ばしく美味しいこしあんトーストです。スープの中にはしめじ、わかめが入り、美味しいスープです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの450円で、器の大きな茶碗蒸し、また器が大きくて赤、黄色、緑など色鮮やかなサラダ、スープ、山盛りのこしあんが乗ってるトーストの4品がついています。ただいま岐阜人気モーニングランキングベスト3を発表しています。それではベスト第1位は岐阜県大垣市のカフェ四季です。モーニングは午前8時15分から営業しています。カフェ四季は矢印の先の壁が黒い建物です。駐車場はないみたいなので、向かいのショッピングセンターに車を停めさせていただきました。ここがカフェ四季です。定休日は毎週木曜日と第2金曜日です。お店は
清潔感のある華やかな、ふんわかした感じで、ハンドメイド雑貨も販売されてるみたいで、多くの小物でいっぱいの可愛いカフェです。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは、トースト、甘いトースト、卵トースト、TGK の4種類あります。また、トーストの中には、マーガリン、オリーブオイル、コーンマヨなどがあります。隣の甘いトーストには、小倉マーガリン、いちごジャムマーガリン、マーマレードマーガリン、マシュマロチョコ、メープルマーガリン、小倉生クリームなどがあります。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは全部で11種類とすごく種類があるので迷いますね。このモーニングセットは小倉マーガリンです。後ほど説明しますが、サラダすごいですね。すごいボリュームなので食べ応えたっぷりで嬉しいです。こちらのモーニングセットは卵トーストです。ホットコーヒー、ホットミルク、どちらも480円でしたので、モーニングはドリンク代のみの480円です。後ほど説明しますが、サラダすごいですね。この器にウインナーが入っています。卵トーストを上から見るとこんな感じです。今度は小倉マーガリンを見ていきます。卵トーストについていたウインナーが、この小倉マーガリンにはウインナーはついていません。小倉マーガリンを上から見るとこんな感じです。どんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。では最初にゆで卵から時計回りで見ていきます。ゆで卵の右にはボリュームいっぱいの野菜サラダがあります。野菜サラダの右のリンゴの向こうにケーキがありますが、ケーキの上にはホイップクリームが乗せてあります。ケーキの手前にリンゴがあります。リンゴのすぐ下にはイチゴ、イチゴの左下にはパイナップルがあります。パイナップルの右下には大きな器に入ったゼリーがあります。ゼリーの左下のものですが、最初見た時には分かりませんでしたが、食べてみたら焼きうどんでした。最後に小倉トーストです。ドリンク代のみの480円でゆで卵、野菜サラダ、ケーキ、リンゴ、いちご、パイナップル、ゼリー、焼きうどん、小倉トーストの9品がついています。すごいモーニングです。すごいコスパモーニングですね。焼きうどんの中にしめじ、豚肉かなと思ったら牛肉でした。牛肉が入っているので美味しい焼きうどんです。この野菜サラダはただものじゃないですよ。プチプチシャキシャキとした食感が癖になるプチマリンが入っています。またパプリカ、ブロッコリーなどが入って美味しいごまドレッシングが使われています。厚切りトーストの上に山盛りの小倉あんです。トーストの片面だけ焼いてありますので、焼いてある面はカリッカリ、焼いてない面はふわふわで究極のトーストです。小倉トーストは厚切りでしっとり柔らかで程よい甘さで美味しい小倉トーストです。名古屋といえばモーニングは全国的に知れ渡ってるみたいですが、モーニングの起源は名古屋ではなく、名古屋の北に位置する一宮市だと言われています。三楽というお店がコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけるサービスを始めたのがモーニングの起源だと言われています。頻繁に利用してくれるお客さんへのお礼だったそうです。このサービスをきっかけに他の店でも真似するようになり、トーストがつき、小倉あん、サラダ、茶碗蒸し、味噌汁、おにぎり、ハンバーグ、パスタ、うどん、焼きそば、フルーツ、デザートと
エスカレートしていったみたいです。またこの喫茶店のモーニングは名古屋の線以外にも広まり、やがて愛知県全体へと広まったみたいです。コーヒーゼリーです。コーヒーゼリーですが、昭和38年頃に軽井沢で食べるコーヒーとして大ヒットしたそうです。食べるコーヒーとして大ヒットしたお店は、軽井沢で夏だけ営業している喫茶店だったみたいです。最後は、ケーキ、リンゴ、パイナップル、イチゴの4品です。すごくたくさんでしたので、嬉しいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？モーニングサービスが11種類から選べて、また9品とすごい品数のコスパモーニングでした。皆さん、今回の第14弾知らないとやばい岐阜人気モーニングランキングベスト3はどうでしたか？また映像の中に出てきたサービスやモーニングの値段などは撮影した当時の値段です。よろしくお願いします。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。